ノースベイはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコベイエリアの小区分であり、サンフランシスコ市より北サンパブロ湾の西岸から北岸の地域である。最大の都市はサンタローザである。サンフランシスコベイエリアの中では最も人口が少なくとしかも進んでいない地域である。マリーン郡、ソノマお及びナパ郡で構成されている。 ヨーロッパ人が入ってくる前のノースベイ地域には、ポモ族インディアンが住んでいた。まず、ロシア人が手皮貿易のための基地として、フォートロスの地域を開拓したが、その後は、スペインとメキシコのアルタカリフォルニアとなって開拓された。カリフォルニア独立革命は、その間の町で発生した。その間は、カリフォルニアミッションの最後の伝道所がある場所でもあった。カリフォルニアが、 アメリカ合衆国に併合される前の最後の知事秘書官だったマリアーノ・バレホがその家屋をそのままに構えていた。その牧場のランチョペタルーマードベは現在、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されており、近くのペタルーマ市にある。ノースベーは20世紀に入ってからも孤立し、田園のままだった。1930年代にゴールデンゲートブリッジが開通して、 マリン軍を落農地帯から大規模な郊外地域に変身させた。1990年代までその成長はゆるりとしたペースだった。これは1970年代にマリン軍とナパ軍にかなりの開発規制が課せられていたからだった。現アメリカ合衆国上院議員バーバラ・ボクサーがノースベイの未開発空間を保存する運動で重要な役割を果たした。 ソラノ軍はその地理的な位置からノースベイに含めて考えられることがあるが、その文化はイーストベイの文化との関連が深い。このためにバレー星はバカビル氏やフェアフィールド氏と共にイーストベイに属しているとみなされている。ノースベイ最大の都市はその間ンサンタローザである。その他、次のような都市が含まれている。括弧内は2010年国勢調査による人口である。 ノースベイは、サンフランシスコ市とゴールデンゲートブリッジで、イーストベイとリッチモンドサンラフェル橋、およびベニシアとマーティネズの間で、サンパブロアンをまたぐカルクイネス橋でつながれている。ノースベイとサンフランシスコ市の間には、サウサリーとティブロン、ラークスパーおよびエンジェルアイランドのターミナルから、私船が運航されている。フェアフィールドからサクラメントとオークランドへの、 通勤列車はアムトラックがキャピトルコリド号を運行している。2008年11月、ラークスパーからクローバーレールまでの通勤鉄道線、そのままリンエリア鉄道の開発計画が住民投票で承認され、2017年に開業した。駅は14駅設置された。ありがとうございます。